こんにちは、金黒です。格安スマホの通話料の値下げへ、総務省が本年度中の新基準の策定を目指しています。金黒レビューチャンネル。格安スマホ、格安 SIM と呼ばれる MVNO 事業者の通話料を引き下げるために、総務省は大手3大キャリアに回線貸し出し料金を大幅に値下げするよう、新しい新基準を本年度中に制定するというふうに日経新聞が報道しています。総務省は MVNO 事業者の通話料を値下げすることによって、現在1割程度にとどまっている MVNO 事業者の視野をさらに拡大して、大手3大キャリアとの競争を促したいと考えています。ドコモ、au、ソフトバンクは回線使用料の引き下げについて調整に入るというふうに報道しています。この回線利用料については、2018年に公正取引委員会が算出基準が不透明で競争阻害の可能性があるというふうに問題視していました。金黒レビューチャンネル。 MVNO 事業者は回線設備を持たずに、大手三大キャリアに回線使用料を支払って回線設備を使ってサービスを提供しています。データ通信料は MVNO 事業者が大手キャリアに支払う接続料がこの数年間で大幅に引き下げられたために料金が下がっています。その一方で、通話料金は30秒あたり20円のままで変わっていません。これは MVNO 事業者が大手キャリアに通話30秒あたり14円の回線利用料を支払っているためで、MVNO 各社は通話定額プランの提供が事実上不可能になっています。この通話料に対する回線使用料を値下げすることによって、 MVNO 事業者と大手三大キャリアの競争を促したいという考えです。金黒レビューチャンネル。 MVNO 事業者は現在1000社以上ある中で、 MVNO 事業者のシェアは全体の1割程度というふうに先ほどお伝えしましたけど、その1割の中で圧倒的なシェアを占めているのが楽天モバイルです。楽天モバイルは1000社以上ある MVNO 事業者の中でダントツトップの 25% 以上のシェアを占めています。2位のマイネオと比べても倍以上のシェアを取っています。楽天モバイルは国から周波数帯を割り当ててもらって自社回線網を現在整備しています。本来であれば今年10月にキャリアとしてスタートする予定だったんですけど、事実上来年3月に延期されています。また MVNO 事業者としての側面のある楽天モバイルは、ギガのなくなっても使えるスマホという CM バンバン見ることもあり、資本力のある楽天は MVNO 事業者の中で圧倒的なシェアを取っていて、今後回線利用料が下がることによってそのシェアはあんまり変わらないんじゃないかなというふうに思います。またドコモの吉澤社長は、楽天モバイルが MVNO 事業者をやりながら通信キャリアをやるのはおかしいというふうに記者会見の中でコメントを残しているんですけど、このあたりの取り扱いがどうなっていくのか、ここも注目するポイントです。今回は格安スマホの通話料を値下げするために、総務省が本年度中に新基準策定を目指しているっていう内容の動画でした。通信環境についてもまた新しい情報が分かれば動画にして YouTube にアップしますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。